ピンポン。最近はスマホが発達してるから連絡手段も便利になりましたよね。まあせやな。でもそんな簡単に人とコミュニケーションが取れる時代だからこそ、手紙というアナログな手段が光るタイミングもあると思うんです。ふむ、確かに。というわけで、これからあかりちゃんへ手紙を書きつつ読みたいと思います。いや普通に言えや。え、いや書きつつ音読するなら直接でええやろ。でもいつでも私の思いを読み返せますよ。どうでもいいけど、表情と背景のミスマッチがやべえ。では書いてきます。背景、序盤からベタな文字やめろ。てか硬いな。普通でええやん。ふむ、あかりし、ヒュフフ、今日もロリっぽくて可愛いですな。僕興奮しちゃいます。ストーカーかよ、やめろ。普通でいいっつってんだろ。あかりちゃんへ。はいはい。前歯に青のりついてますよ。うわあ、はよ言えや。知るは一時の恥、知らぬは一生の恥。それを眺めると私は楽しい。しまくぞ。あかりちゃんへ。はいはい。あかりちゃんと出会ってもう多少の時間が経ちましたね。チョリス、軽さが鼻につくな。あかりちゃんと一緒に過ごす日々は笑いあり笑いあり、時々笑い笑いしかねえな。まあいいことやけど、これからも一緒に足をすくい合い、手を取り合いや。なんで足すくうんだよ。これからも一緒に手を取り合い、よしよし頑張っていきましょう。かっこ、ここでゆかり号泣。台無しだよ。ピンポン。ここはどこ？私は誰？お前、ついに頭が。アイアムミク、初音。ちげえよ。何がサクサに紛れてなりすましてんだボケ。で、頭でも打ったんか？いや、もう12月じゃないですか。はぁ、ツイッターでこんなハッシュタグが話題になっていたんですよ。忘年会する？このハッシュタグと今のお前の行動がなんか関係するんか？忘年会ごっこしてました。いや、お前さっきのは記憶喪失って言うんだよ。忘年会って何？こいつ、ったく。忘年会ってのは今年の1年の嫌なことや苦しかったことを忘れて、新しい気持ちで新年を迎えようっていう趣旨の飲み会のことや。え、じゃあ私たちもやります？まあええけど、じゃあ完璧か。KP！ いや、今年1年も。ポンチスカンソ。何もだよ、ポルトガル語。なんでだよ。てかなんて言ってんねん。お疲れ様。普通に言えや。まあええわ、お疲れ様。さて、本日は忘年会ということで、特別ゲストをお呼びしています。そうなんか？今年1年、このチャンネルを盛り上げてくれた功労者。お？肩からワックスモデルさんで、待て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 。え、誰だよ。スマブラの実況してた時に輝かしいボケを見せて場を温めてくれた肩からワックスモデルさんですよ。そんなん誰も知らんわボケ。さすがに別の方お呼びした方がいいやろ。肩からワックスモデルだけに別の方。てか、うせろ。じゃあ私のマブであるで。やめろよ。ピンポン。燃えてます。燃えてるな。大丈夫なんか？ああ、これは炎の映像を上から合成しているだけなので大丈夫ですよ。そういう編集設定の詳細を聞いてるわけじゃねえんだよ。では今日の見てこのハッシュタグでは、そんな番組やってねえよ。こちらです。ハッシュタグ、炎上覚悟で嫌いなものを言う。またちょっと攻めたものチョイスしたな。ではこれから先生が世の中の嫌いなことを炎上覚悟で叫びたいと思います。おいおい大丈夫かいな。 YouTube で大炎上なんてうちは勘弁やで。大丈夫ですよ。先生はそこら辺の常識をわきまえた常識人間常備役なので、問題のある発言なんてしないこともないわけで。落ち着け落ち着け。大丈夫。顔色悪すぎて不安なんやが。では行きます。すぐさにパイナップル入れるのマジでやめて。ひゃー、言ってしまった言ってしまった。これで私は明日から SNS 上で叩かれまくって、住所特定からのライオンを代引きで送りつけられる日々を送ることに。まあそんくらいなら大丈夫やろ。え、パイナップル農家さんからパイナップルを送りつけられたりしない？それは多分嬉しいことやぞ。なんや、もっと危ないこと言うんかと思ったわ。さすが常識をわきまえてる先生は凡人のうちとは違うな。ふはははどうでしょう。そうでしょう。なんたって先生は天才ですからね。じゃあ次のやつどうぞ。うん、そうですね。チャーハンにグリーンピースはやめて。ええぞええぞ。次タケノコの里時のこの山だったらタケノコの方が美味しいだろう。あ、え、ああ、うちは知らん。え、え、それだけは言うてはならんことなのに。言うてもうたな。え、え、なになに、怖い、やめて。明日にはこのチャンネルはもうないかもしれんな。やめてー。